こんにちはです。いやー暑いっすね。赤羽東公園、通称三角公園と言われてるとこですが、はい、ということでね、今赤羽にいるわけなんですけど、さあ今日はこれからですね、仙台に行くことになったんですよね。なったではなっていたんですが、本当はね今日はもう一人ゲストいるはずだったんだけど、途中だから車で行ってねという話だったんですが、ちょっとですね諸事情ありまして私は一人来るんだったということでね、まあ、ちょっとね体調崩してしまってね行けずということなんで、一人寂しく行ってきたいと思います。で、まあ、本当は朝からね車でバーッと行って途中でピックアップして、仙台行ってという予定だったんですが、まあ、一人なんで新幹線で行きますかという感じでね、ちょっとのんびりな時間になりましたね。逆にね仙台あたりだとね2人でもまだ微妙ですよね。時間考えたら絶対電車新幹線使った方がいいと思うけど、3人ぐらいだったら車の方が格安かな。まあそんな感じで今赤羽はなぜ歩いてるかというと、まあとりあえずご飯でも食べてから、昼ご飯食べてから行きますかということですね。赤羽小学校、これは赤羽小学校です。東京都北区立赤羽小学校、私の母校ですね。といっても2年までは違うところにいたんだけど、小学校3年からここで卒業しましたけど、高かける赤羽のなんだっけ、我らなんとかってって効果もなんとなく覚えてますかね。今選挙はね、選挙の時、前はここだったんだけど引っ越してからね違う小学校になっちゃったんだよね。選挙ってなんか自分の小学校を見に行けるっていうの、まあ別に楽しくもないんだけど、なんとなくねなんかね上がるものありましたね。ここのこれ池なくなっちゃったんだっかな、何でよく遊んでたな。 ありそうだねまた池。はい、ということでね、トゥモローさんにまず寄ってみたいと思いますよ。ボロネーゼですね。スープついて、サラダついて、コーヒー入れて、980円です。週替わりランチなんですよ。よいしょ、うまい。いやー暑いなこれ。さてじゃあこれが駅に行って、おーなんかすごい車がありますね。こういう車乗って見てると奥が乗ってそうなんだけどな。さあこの暑い中向かいましょう。新幹線ですよ今日は。まだ赤羽からだとね大宮に出てそっから新幹線ですね。大宮から仙台まではもうね1時間ぐらいなんですよね。だからあっという間でレッツゴーと、大宮着きましたね。大宮でいいんだよなこれ。ずっとね今までね大宮って京浜東北で来たんですけど、高崎線の方が全然早いですね。いやこれからはこれ使いたいと思います。さあここから新幹線乗ってきますよ。よいしょ、混んでんのかな。グリーン車700円ぐらいなのかな。行きそう
はい、ということで大宮に着きました。大宮駅構内、大宮駅ね、この通りはこんなもんだけど、すごい増えたね、店ね。 1,2 年前から超増えてますよ。うわ、うまそうだねこれ。シフォンケーキ、本屋さん、あ、本屋さんなくなったんだ。そう、本屋さんだったんですけどね、大変だな、いろいろ。で、新幹線乗り場着きました。そろそろホームに上がりますか。前来た時はね、やっぱ駅弁屋さんもやってなかったんですよね。再開してますね、もうすっかり。よかったよかった。ご飯食べちゃったんでね、残念ながら食べられませんが、駅弁もね、なんつうの、楽しみなんだけど、割高な、まあ割高なんですよ。ただね、なんなんですよね、あの駅弁ならではの弁当、不思議ですよ。駅弁って人気だけど、普通の弁当屋さんであれが並ぶとやっぱりあれでしょ、買わないわけでしょ。そんなことねえのかな。まあでも普通に並んでても食べたいのもたまにあるよね。はい、ということで改札に上がってきましたよと。ということで電車を待っております。はい、来ましたね、はやぶさ。はやぶさです。車掌さんが確認してますね、ちゃんと。はい、じゃあこれに乗って仙台に行きます。もう一駅です、一駅。
はい、仙台です。じゃあ仙台駅です。仙台駅ってどこ書いてなかったかな。まあいいや。さて、いやいい天気っすね。ね、今日泊まるホテルはね、モントレーっていうのね。まあいつも通り大してね調べもしないで来ちゃってるけど、東方シネマあるんだよね、ここ。明日見てこうかな。今は多分4時ぐらいかな。何時だろう。あ、4時ですね、ちょうど。あ、まあちょうどいい時間ですかね。で、ちょっとホテル入って一服して、一服って僕はタバコ吸わないんですけど、本当の一服、まあ、一休みして、お、あるじゃん、モントレー。すげえ、すごいでしょ、なんか建物。たまには意味もなくズームしてみようかな。ズーム、だからなんだって感じですが、おー、近いよ。駅から近いってことは、まあ仙台の時ってね、ナインティーンというねバーもすぐ近くということで、あ、これは近くていいや。これで安いんですよ。今コロナだからなのかな。まあそういうことでチェックインしたいと思います。はい、ここです、ホテルモントレー。今入り口はこの右から入るんですね。すごいね、やっぱり雰囲気いいよ、これ。じゃーん、大浴場こんな感じですよ。スカイスパってあるんだ。すごい、すごいっすね。じゃあ早速入りましょう。入り口です。到着しました。さあ、風呂はね、いや通りで安いなと思ったんですが、会員制でね1100円払うと大浴場入れるというシステムですね。こちらはこんな感じですね。 Wi-Fi はあるし、もろもろ全部あるよね。ついんですか今日は。さあ仙台、あれが駅ね、仙台駅ステーション、さっき歩いたとこね。はい、ということで到着しました。ちょっとゆっくりしたいと思います。さて、これはモントですね。まあ利休に行きましょう。利休に牛タンこれから食べに行きます。やべえ、そば電池変えておかなきゃいけなかったんだな。それで出てしまった。これずっとまっすぐ行ったところにね、あるんですよね。さあ、とりあえず利休に今向かっております。さあ、来ました。はい、そしてシチュー、牛タンシチューですね。タンシチュー、うん、ああ、うまいっすね。牛タンの極みです。うまい。ということで、美味しいですね、相変わらずね。ちょっとね、カウンターバリバリカウンターだったんで、エスカレーターどっちだ、あまり喋れませんでしたが、いいのかな。よし、前入ったとこはね、違うとこだったんですけど、このドンキのね、地下にあるんですね。これと分かりやすいよね、ここドンキの下。利休さん、仙台来たらぜひ寄ってみてくださいね。
さあ続いてナインティーンというお店でね、ここです。ちょっと飲んでみましょう。よいしょ。あ、すいません。で、バッテリーがだいぶないよと。はい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 、年中無休なのかな。この養老の滝の隣、はい、着きました。入りたいと思います。うん、 OK。 さあこれがコスモハイボールでございます。超うまい。さて、ところでですね、今日来たのは実はですね、ちょっと日頃のお礼を言おうかなと思って来たんですけど、あ、やべ、ブラックホール R を作ってる方が、作ってるじゃない、梱包してんだね。はい、めいちゃんです。こんにちは。いつも梱包してくれてるのね。はい、してます。私が梱包してるんで皆さん買ってくださいと。はい、買ってください。はい。こんな感じですよ。で、何？え、今日は、何？はい、朝です。いいホテルでしたね、非常に。今日本当はね、近くに映画館があって3本くらい見ていこうと思ったんですが、今寝過ごしてしまいました。ということで、なんか食べて帰りますかね。牛タンでもいいんだけど、なんだろう、あれ、お魚ちょっと見てみましょう。お魚センターって食べれるのかな。いやー、今日いい天気ですね、また相変わらず。もう夏だ、いよいよ来ましたよ、夏が。ちょっと覗いてみよう。寿司ある、寿司食べてこうかな。牛タンだったから昨日は。で、とりあえず、夕方帰ろうかと思ったんだけど、なんか食べてこのまま帰ろうかと思います。とりあえず駅行きましょう。つってもすぐそばなんすね。あ、ここにもあるよ。あ、うまそうじゃない、どこもここも。うわ、すげえ。うわ、ここもうまそうだな。あ、仙台は牛タン以外にもやっぱこの海産物もね、すごいですよね。結構やっぱ寿司って意外とあのお腹にたまるもんですね。といってなんかまた食べてたりしてね。まあ今日はもう食べないと思うんですが、プレイボール、あそこ何なのかな、ボーリングじゃないんでしょう。いつも気になるんだよね。しかし、今日8月の4日っすか。来ましたね、これ夏が。
でもどうでしょう、例年に比べればまだマシな方かな。これ肝試し店何なんだろう、いろいろやってんだ。はい、ということで駅にやってまいりました。新幹線のチケット買って帰りますかね。せっかくなんでお土産でこれ買っちゃいました。お土産って言っても帰って自分で食べるんですけどね。新タン弁当です。美味しいでしょこれ絶対。牛タンはね、新タンとちょっと分厚いのやっぱ食べると本当美味しいね。今できるの待ってます。締め的なものを、いや果たしてどんぐらい取れたんでしょうか。あんま取れなかったかな。1泊2日でちょっと仙台に来てみました。仙台来ても牛タン食べて酒飲んでって感じでしたね今回も。久しぶりね、加藤さんとかとね、仲間さんとかちょっとゆっくり話せて、ね、楽しかったですね。今度またいつ来るのかな。次はぜひゲスト呼びたいねこれね。いや今日はちょっといろいろあって一人でしたけど、まあ非常に楽しい旅でしたね。いやでも新幹線はやっぱ楽ですね。1時間だもんこれ大宮まで。まあそんな感じで、ちょっとね最近ね、まあ、新型コロナの影響なんかもあっていろいろあれですけど、早くね、いろんなとこみんなでね、行けるようなあと公式ね、やっぱ公式やりたいですね仙台とかでね。あの2年前ですかやったのは14秒線。ああ、ね、そんな感じでちょっとぶらっとぐらりしてみました。はい、ということでここら辺で終わろうかと思います。牛タン弁当入って食べますよ。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号東京行きです。全車指定席で自由席はございません。次は大宮に停まります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑